こんにちは、エアロビック日記の田島と申します。本日は背筋のねトレーニングをしていきたいと思っています。前回は3試合やって 10×3 試合の合計順位という形でやったんですけれども、今日は実験的に1試合目の順位 ×2 試合目の順位でやってみようかなと思います。早速やっていきましょう。このコースも初めてですね。なんか新しいコースの確率が高いのかな。やばい。ね、何のゲームをやろうかって迷ったんですけど、結局マリオカートになりましたね。なんか一番皆さんのね抵抗が少ないかなって思ってやってます。さあ、青コラ、あん、そう、結局なんかエイペックスとかやろうかなって思ったんですけど、自分が全然上手くないっていうのと、あと銃撃つからなんか嫌いな人は嫌いかなって思って、あー後ろ投げたつもりだったね、ごめんなさい。なんかマリオカートに落ち着きましたね。お、3位でした。危な、ここ取れるよね、多分ここ取れる、取れる。あ、これでかい。前、4回かける何セットやるか。セット数決めていきたいと思います。スタートダッシュ、なんか何のゲームをするかっていうのすごい悩んでるんですけど、マリオカートがなんか一番妥当なんですよね、自分の中で。なんか FPS とか Apex やったりしてるんですけど、もうどう考えてもその見せれるレベルじゃないんですよ。マリオカートはそのギリ見せれるレベルというか、その下手でもワイワイできるじゃないですか。でも FPS ってね、なかなかやっぱ e スポーツなので、それで言うとマリオカートも e スポーツですけど、ごめんなさい。難しいんですよね。喋りながらプレイするの難しいな。ゲーム実況には向いてない。アバガー、あー、めっちゃ良かったのに。あ、こんな落ちるんだ。7位ということで7セットですね。 4×3
7セットやっていきたいと思います。リバースバックエクステンションっていう種目をやっていきたいんですけれども、ベンチにですねしがみついて腰だけ外に出します。まあこの状態ですね。でここで膝つかないようにする。この状態から膝が水平より上に来るぐらいまで上げる下げるっていうのを繰り返します。背筋の種目ですね。まあ今1回やったんですけど思ったよりもきつい。あの床でもね、例えばここが床だとして、床でも水平以上に上げるっていうこの動作が背筋に効いてくれると思うので、もしよかったら今日は一緒にやってみてください。4回 ×7 セットなのでね、まあ、特に早送りすることもなく今回はやっていこうかなと思います。いきます。2セット目、1 2 3 4。さあ皆さんもベンチか床かで一緒にやってみてください。いきます。2セット目、1 2 3 4。あと5セットですね。いやこれめちゃくちゃちょうどいいセット数かもしれない。いきます。用意スタート。1 2 3 4。あと4セット。よーい。スタート。1 2 3 4。あと3セット。どうですかこれ。僕はかなりいい感じに効いてるんですけど、皆さんがどんな感じか。あと3セット。よーい。スタート。1 2 3 4。あと2セット。いやめちゃくちゃ暑い。皆さんもちょっと水分補給ちゃんとしてくださいね。あと2セット。よーい。スタート。1 2 3 4。おー。ラスト。ラスト1セット。ラスト頑張りましょう。よーい。スタート。3 4。お疲れ様でした。いやこれ 12×12 とかじゃなくてよかったですね。はい、ということで今日はね背筋一緒にねできるような動画にも仕上がってます。筋トレとか柔軟とかのチャンネルっていうことなので、もしかしたらゲーム配信、ゲームが入ってるっていうことに抵抗がある方いらっしゃるかもしれないんですけれども、楽しい要素もありつつ、そこからトレーニングにつなげていく、柔軟につなげていくっていうことが僕にできることかなっていうふうに思ってますので、よかったらこれからもよろしくお願いします。楽しめたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画、他の動画でお会いしましょう。じゃあね。